今回ご紹介するのはグラビアモデル、タレント、YouTuber など幅広い分野で活躍する西村ほのかさんです。以前はアイドルとしても活動していた彼女の経歴に迫ります。西村さんは1995年1月28日生まれ、神奈川県出身。身長153センチ、血液型は A 型でスターレイプロダクションに所属しています。高校の文化祭で友人にヘアアレンジをしたところ、喜んでもらえたことが嬉しく美容の道へ進む決心をした西村さん。高校卒業後に美容師を経てヘアメイクとして働いていると、周囲から可愛いのになんで裏方をやっているの、表に出た方がいいよと声をかけられるようになります。そんな時期にオーディション番組ラストアイドルをたまたま目にした彼女は、自分がどこまで通用するか試してみたくなり応募します。残念ながら同番組のオーディションは敗退となりますが、敗退した挑戦者を募集して結成されたセカンドユニットラブコッチに加入し、アイドルデビューを果たしました。グループのリーダーとなった西村さんは圧倒的な美貌で注目を集め、ラストアイドルの3枚目のシングル好きで好きでしょうがないでフロントメンバーに抜擢。2021年4月リリースの10枚目のシングル君は何キャラットでは念願だった初の表題曲センターも務めています。個人でも TikTok に配信した口パクや振り付け動画が次々にバズり、可愛すぎると10代を中心に人気が爆発。2018年9月19日時点の TikTok 人気ランキングではフォロワー数54万人で総合第9位にランクインしました。また2018年からはグラビア活動もスタートさせ、これまでにプラチナムフラッシュ、週刊ヤングジャンプ、週刊プレイボーイといった有名雑誌で水着姿を披露しています。2019年3月には YouTube チャンネルほのチャンネルを開設。メインコンテンツであるゲーム実況やトーク系動画を投稿していて、登録者数は40万人を超えています。その後2022年5月31日をもってラストアイドルが活動終了となり、4年半続けたアイドルを卒業。以降はタレント、グラビア、YouTuber など多方面で活躍しています。最近では2023年6月に配信が開始された人気恋愛番組オオカミシリーズのネットフリックス版オオカミちゃんには騙されないに出演を果たし、大きな話題を呼びました。そんな西村さんは2023年12月15日にデジタル写真集西村ほのかゆらぎの中でをリリースしています。彼女を探る物語がコンセプトのストーリー性を感じられる作品で、西村さんの魅力を最大限に表現した一冊。黒ビキニやランジェリーカットなど様々な衣装を60ページにわたり掲載しています。今や SNS 総フォロワー数は190万人を超え、インフルエンサーの仲間入りを果たした西村ほのかさん、これからも彼女の活躍を応援しましょう。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは様々な女性有名人をご紹介しています。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。